今日は途中からスタートライン上少し向かい風が吹くコンディションとなってきました。予選2日目のスカパーブロードキャスティングハイ、レースはこれより後半戦です。7レースの予選競争ウィンウィン7が始まります。対戦メンバーは1号艇群馬新藤タスク、2号艇長崎山崎康弘、3号艇福岡桑原明、4号艇群馬佐紀俊人、5号艇愛知中野夢と、6号艇埼玉中田智也、以上6名の対戦です。前半2着としました1番の新藤、休み残しての一本持ち、ここはどこまでスタートいけるでしょうか。1コースの新藤が人気の中心、2コース2番の山崎、こちらは休み明けの一本持ちです。3番の桑原は前半戦は角まくり、強烈な抜け出しでした。今日はセンター2走、ここは3コースのスローに桑原、4コースの角位置は4番の先、こちらは前半の陰線3着に終わりました。そしてスタート展示同様、5コースに6番の中田、初日は2着2本上々の滑り出しです。6コースに5番の中野で、進入体系はインコースから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。やや目立ったのは3、4コースのセンター勢、若干遅れた1コースの振動ですが、逃げ展開には持ち込んでいくか。3コースから3番の桑原のまくり、さあ前半同様まくって、ここは先頭争いですが、1番の振動が踏ん張る、なんとか持ちこたえました。1番の振動伸び返しまして、一定進歩とリードを取りました。スタートは前提正常、外に3番の桑原、内から上がってきた6番の中田、2マークの旋回、先頭1番の振動、ここは後ろ2人を振り切ります。2番手は外を回った3番桑原、ホームストレッチでは抜け出します。2番手は3番桑原が2点進リード、6番中田は3番手、レースは2周目に移りました。先頭ここで1番の進藤、リードは3点進半と広がりまして、2周1マーク、内からアタックは6番の中田ですが、3番の桑原ここもかわします。2番手抜け出す3番の桑原、この辺りでは3番手6番中田とは3点進と差がついています。後ろも差が開いて、4番手2番山崎、5番中野5番手、4番先は最後方追走です。2周2幕、先頭で1番の進藤、そして2番手で3番の桑原旋回、ここも完全に振り切っています。3番桑原は2番手キープ、6番中田3番手、レースは最終周回に移りました。若干スタートはセンター勢に比べると劣勢でしたが、ここは1番の進藤陰線押し切りました。最後のバックテレッチへ移りまして、ここもまくって攻めた3番桑原でしたが、まくりきるまではあと一歩という展開。それでも今日は2連敗のゴール。6番の中田、2番手とはさらに4停進5停進とだいぶ差は開いていまして、これから最終ターンマークです。ここも人気サイドの決着となります。最終ターンマーク上位3艇がクリア、1、3、6の体勢、まもなくゴールです。先頭は1番の進藤ゴールイン、3番桑原ゴールイン、6番中田ゴールイン、2番山崎ゴールイン、4番5番の順でゴールイン。